皆さん、こんにちは。こんにちは。おわっしょい。おわっしょい。はい。今日はためません。はい、こんにちは。こんにちは。はい。あ、今日もケイさんとお会いしたんですね。しょい。もしかして、あれですね。今日は、また大田区総合体育館の件で、はい、いい試合いっぱいありましたね。そうですよ。それをまとめてじゃあお話。これね、今どうしたらいい。今何で回ったのか。おやじさん、はい、残念ですがモザイクですこれ。さあ、じゃあこの試合とこの試合を見てもらいましょう、はい、どうぞ。はい、セミファイナルには、セミファイナルファイナルファイナル、まあ、その前の試合になりますけど、ね、全然ですね、はい、森武蔵選手、そして、はい、アマチュアエリートでデビュー戦を迎えた堤隼人選手、はい、試合を、ちょっと僕も関心があるんでね、このお二方にお聞きしたいなと思います。はい、はい、いらっしゃい。まず、我が 3B チャンネルにも、縁のある森武蔵選手ですね。いらっしゃい。1年2ヶ月ぶりぐらいでしたっけ、そうですね、そうですね。再起戦ということで。そうですね、はい。今朝どうでした、試合をご覧になって。はい、そうですね、まあ、1年2ヶ月ぶりということもあって、まあ、通常だったら大体3ヶ月ぐらいでスパンでやると思うんですけど、これ1年2ヶ月ってのはもう相当なんですよね。そうですよね。相当な期間空いてると思うので、プレッシャーとか半端ないと思うんですよ。はい、はい、あ、うまくできるかな、やれるかなっていうのがあると思うんですよ。うん、その中でまず試合をしたっていうのがまずすごいなと思うんですけど。まして世界戦のあれですもんね、アンダーカードですもんね。アンダーカードですからね。うん、でまたこれ相手がね、まあまあこれうまかったんですよね。フィリピンのランカーでした。フィリピンのランカーなんですけど、ランカー以上に実力あるんじゃないかなっていう感じの、で、ケオスもほぼ90%ぐらいの選手。あ、パンチもあったんですね。まあ、10勝9敬ぐらいの確か。あ、もうガチ詰めしたんですけどね。と思うんですけど。はい、ジャブ入りました今。今日なんか超違いない。今日いいジャブって言ってますよね。言ってますね。はい、そうですね。はい。で試合内容としては、はい、まあ、まあ、1年2ヶ月ぶりということもあって、まあ、慎重に戦ってたなという部分はあったと思うんですけど、ケイさん、相手はあれですか、オーソドックスだったんですか。はい、オーソドックスですね。はい、オーソドックスなんですけど、結構右、まあ、サウスポーにしたら右がやっぱ一番脅威だと思うんですけど、結構右を結構合わせてくる選手で。あ、合わせてくるんですか。はい、武蔵君のこう攻撃の合間に、その途中にこう右をかわしてくるとか。うん、で、早々、もう初回から早々に結構もう合わせられてきたので、ちょっと僕もまあ見てて、あ、ちょっとまずいなと思ったんですけどね。で、やっぱ、武蔵君もそれを警戒して、やっぱそこまでこうコンビネーション出せなかったんですよ。まあ、単発単発で、ボディにするとか、ジャブからボディとか、よくやったんですけど、はいはい、ならやっぱその攻撃にやっぱこう乗るのはやっぱ難しかった。それがやっぱ相手がうまかったんですよね。はい、っていうイメージがありました。なるほど。はい、小林さんどうですかね、武蔵選手、最近戦ご覧になって。まだその、まあ、井岡さんね、こう目指してやってると思うんですけど、まあ、フィットしてない感じですかね、まだね。あ、そうか、武蔵選手もサラストレーナーでしたね。そうですね、まあ、トレーナーも一緒なんですけど、まあね、川田さんはその、まあ、6位、IQ がかなり高い、41戦もやってますから、相手をもう見てるけど、僕は武蔵しか見てなくて、右しか絶対出さないなと思って、で試合終わったと、まあ、来てくれたんですけど、左来ましたよって聞いたくらいですから、そしたら全く間違いなかった。言い合わせられたんでって、僕の予想だったなって、やっぱ川さんすごいなっていう、秋江さんすごいなっていう。試合前に、ちょうどね、この、当時電車から来た時に、会場入りした時に挨拶したんですけど、ちょっと元気ない感じだったんで、まあ、試合に集中してる。だったんですね。うん、だからそれもあったんで、左痛いのかなと思ったんですけど、まあ、そんなこともなく、まあ、でも、まあ、3人ともね、1人フルマークですよね、80対0。あ、そうですね。じゃあ、割ともう明確な判定なんですよね。そうですね、まあ、普通に見ててもその安心はしてられたんですけど、結局、まあ、1点すごいなと思ったのは、ディフェンス。あ、うん、そう。あ、相手のさ、武蔵君。結構、相手も、こう振り回してくる、まあまあこう振り回してくる選手でして、はいはい、で、まあまあ出てきたんじゃないっていうか、はい、武蔵が結果そのディフェンスでこう相手のパンチにいらしたりとか、うん、そのギリでこう、何でしょう、こう、こ
こうスリッピングのやつ、うん、やったりとかしてたんで、うん、あすごいそこはすごいなと思いましたね。一本ね、そのワックを左ウォッキングしました、ね、そう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 、もらったほぼクリーンヒットって、まあ、もらったかもしれないですけど、そこまで全部全部もらってないと思います。うん、なるほど。そこはやっぱそのサラスライナーとか今のトレーナーのサラスライナーは生きてるんじゃないですかね。まだその途上としてもやっぱボクシング時代変わってきてるっていうのは見受けられたって感じですかね。そうですね。だからもうちょっとやっぱ見たい部分もありましたし、うん、そのまあ今後に期待したいなっていうのもあったと思うんですけど、まあ、結局そのまま1年2ヶ月ぶりなんで、やっぱどうしても試合リーグだって上がってしまうと、やっぱ自分が100やりたいことも100できないっていうのはもちろんそうだと思うんで。なるほど、なるほど。はい、もう半分5割ぐらいできればいいなって思うんですけど、まああれですね、これからはそのもしかしてまだ、ね、お若いので、そうですね、コンスタントに試合が、ね、できるようになって、実戦で本当にボクシングね、ちゃんともっと身につけてもらえたらすごい選手になる。今回の目標はそのまず勝つことだと思うので、はいはいはい、そのまあ、確かにその本人からすれば倒したりとか、うんうん、いい勝ち方するというのはその頭の中があったかもしれないですけど、うんうん、まあ、そこに欲張らずに、まあ、僕はもう試合応援に行かせていただいて、うん、もう勝てばいいなと思ったんですよ、はいはい、内容に どういう試合しても勝てばいいなと思ったので、はい、まあ、それは一応クリアされたんで、はい、はい、これは良かったなと思います。わかりました、はい。あと今回あれですよね、はい、ウェイトがスーパーフェザーでやってるんですよね、確か。そうですね、はい、そうです。こいつはどうですかね、武蔵君のスーパーフェザー。もともとスーパーフェザーのデビューですから。あ、そうか、はい、新人王そうでしたっけ。そうそうそう、スーパーフェザーでしたっけ。でまあ、15、16の時から体を見てますけど、やっぱね、あの大きくなってますね。大きくなってます。知らないですよ、15、16の時。いやいや、僕は やったことが体格、骨格でも変わってきてるし、まあ、きついんだろうなっていうのもあって、まあ、そんな事情もあって上げてると思うんですけど、はい、今後やっぱあれですかね、スーパーフェザーを試合にして戦ってもいいですかね。うん、すね。さて今後の武蔵くんですけど、やはりやっぱりね、タイトル狙ってってほしいなと思うんですが、スーパーフェザーどうですかね。日本で言ったら今結構武蔵くんだっていけるんじゃないですかね。僕はそう思ってるんですけど。サカ選手。サカ選手か。今日本チャンピオンそうでしたっけ。そうですね、サカ選手。まあ試合なんでね、やってみないと何とも言えないところはあると思いますが。チャレンジするあれは全然ね、あるのかなと思うし、はい、そうですね、確かに。やっぱまたね、チャンピオンというところにたどり着いてほしいですね、武蔵選手は。そうですね、そうですね、はい、うん、でまた名古屋来た時はぜひね、ここに。いやー、本当に来ていただいて、ワイドさんの猫を、まあ、ジーを食べた後にここに来る、そのラインで来ていただくということで、はい、じゃあ今後の武蔵選手にね、そうですね、はい、応援したいし、期待したいなと思います。はい、はい、さて、ちょっとこれ個人的に僕がすごい興味あったんですけど、はい、もう一方注目の選手、ネクストモンスターね、ネクストモンスター、はい、スミハヤス選手ですね、はい、もうアマチュアのタイトルをほとんど13冠ですね、ですよね、全部取ったと言ってもいいぐらいですもんね。すごいですね、ご覧になってどうですかね、はい、スミ選手決算。素晴らしい。そうですね、やはりそのやっぱアマチュア出身っていうのもあって、ええ、カウンターとその距離取るのがうまいですね。カウンター距離ですか。はい、距離、うんうん、はい、やっぱ距離が分かってることはカウンターも取れるので、はいはい、あとはそのそうですね、まあ本当今回は相手強いなと思ったんですけど、相手が、うんうんうん、バンバンバンじゃダメですね。あ、ガンガン来る相手だったんですか。ガン来るわけじゃないですけど、ええ、そのまあ、本当に相手のパンチ合わせてすぐ距離を取って打ったりとか、うんうん、カウンター合わせたりとか、もう本当にみんな会場がうわーっていうぐらい感じのパンチ上がったと思うんですけど、はいはい、本当面白いぐらいパンチだと思いました。スミ選手のパンチが当たったと。当たってました、はい、そうそうそう。で、フットワークも上手いですし、その、はい、距離の体の入れ替え方、うんうんうん、足のさばき方ですね、はいはい、これすごく上手いなと思いましたね。さすがアマチュア出身だなっていうのは感じましたね。スミ選手あれですよね、確かキューバのオリンピック世界選手権チャンピオンに勝ってるんだよね。はい、やっぱそれぐらいの逸材なんでね。そうですね、はい、アマチュア時代にね。そうですね、はい。おじさん、スミ選手ご覧になってどうでした。僕はその A 級デビューっていう人の試合を初めて見たんですよ、デビュー戦を。うん、うん、はい、さすが A 級デビューだなっていう感じでしたね。うん、さっきも言ったようにカウンターを取るのすごく上手くて、はい、右のカウンター結構入ってたんですけど、そうですね、うん、まあ相手は倒れなかったっていう、まあそこがプロなんでしょうね。
で、まあ、あのアマチュアの子が隣の隣ぐらいにいて、その子が言うにはもうあれ普通アマチュアだったらスタンディングダウン取られてるとか、止まってるよっていう話だったんで、まあ、これからもうちょっとパワーをつけたりとか、ね、まあ、パンチの仕方も変わるのか、さっきの話なんですけど、あの野球の軟式と硬式と打ち方違うっていうのもあれと一緒で、まあ、やっぱキックパンチを覚えていかないと。そうですね。まあ、そのフィリピン人が、相手のフィリピンの選手があの打たれ強かったのかも分かんないですけど、その辺はちょっと分かんないんで、本当にいい感じでパンチが当たってるんですよ。ただ当たってるんですけど、倒れないことは、やっぱその、まあ、パンチ の, その、まあ、入れ方とか、まあ、その当たり具合とかがやっぱ違うのかな、アマチュアでやっぱ違うのかなと思いましたし。あと僕思ったのは、ケイさんよく言ってた、あの強弱ってあるじゃないですか。はいはいはい。だから強いパンチバンバンバンってすると慣れてくるところもありますもんね。アマチュアの選手ってあんまり強弱つけて打たないじゃないですか。こう手数はこう早い。ああ、そう。その辺多分プロとのパンチの打ち方も誰かが言ってましたけど、一番の違いはそういうところです。強弱つけるつけないとかって。まあアマチュア基本は僕、まあ今とまた違います。昔は違いますけど。ポイント制なんで、いかにこのナックルパートが来るかっていうのが、あのなってくるので、あんまりこの強さとか関係なしにこう当てる音にいい重心が出てますよね。そうですよね、はい。でもその効かせるっていう意味合いで言ったら、その強弱ってね、すごい大事かな。大事ですよ、大事です。大事です、はい。そういうのが今、ケース、おやじさん言ってるんで、これからそういうボクシングを覚えてって、そうですね、倒すボクシング。はい。多分、彼のことしたらもちろんそういうふうに順応していくと思うんで、はいはいはい、楽しいですね。そうですね。はい。で、井岡チャンプをね、リスペクトしてるあれで、ステージも、プロデビューね、されてるっていうことなので、今後すごい期待できると思うんですけどね。そうですね。はい。ちょっと、今後の試合ね、ぜひ。でも最近すごい選手いっぱいデビューしてますね、アマチュアがね。でも難関っていうのも当たり前ですからね、今。日本のボクシング界も将来ね、だいぶ期待できるかなと。そうそう、本当そうです。本当そうです。で、あと、パッと見たんですけど、フェザー系で戦われてるんですけど、体大きくないですか？大きいです。めっちゃ大きいですよね。大きいですね。はい。だから将来もしかすると上の階級ね、狙っていくのかもしれないですし。そうですね。はい。わかりました。まあでも、この間の大田区総大田区の試合、すごいですね。もう、一つ一つの試合がもうレベル高いというか。僕は本当もう、どれとっても美味しかったです。美味しかったです。満足しましたね。素晴らしかったですよね。はい。はい。まあ今、コロナのあれで、なかなかね、そういう興行ができないですけど。そうですね。はい。まあ、こういう形で、それこそ、ね、モンスターの今度バンタム統一の試合とかもね、もしかすると日本でやるかもしれないし、そうですね、そういうのがね、ぜひまた盛り上げていただきたいなとですね思いますんで、マシャ、はい、さあ、ケイさん、マシャ、今日深さはどうですかね。今日、まあ、うつみぐらいじゃないですかね。ケイさん、マシャ、調べといてくださいもう打つみか、あとだから気が付いたんですよ。まあいい、次回お願いしますね。ネットですぐ分かりますから。深さです。はい、じゃあ今日もお忙しい中、お二方ありがとうございました。ありがとうございます。いつもセリビーチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ここからですね、一つお願いあります。何ですかね。チャンネル登録ですね。ああ、それです、皆さん。チャンネル登録をぜひ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしたら僕ら、頑張れちゃうんで、ですよね。豪華ゲストも、お楽しみに。